もともとはハワイ のウォーターマンって言われる人たちがロックトレーニングって言って海底を石を持って走ったりとかその石を持って泳いだりとかっていうトレーニングがあったんですよ。まあ、それを我々ハワイに行ってそのライフガードのトレーニングの中で教えてもらってでこの沖縄でのトレーニングに取り入れてたんですね。でその時にある時にその受講者が石を奪い合ってるのを見てこれ面白いかもしれないなっていうところからロックラグビーという形をこう作ってきたんですね。それが17年ぐらいですかね前になります。はい、でその後に最初にみんなで集まってこういうのしようよって言って合宿じゃないけれども3日間ぐらい集まってそのロックラグビーをずっとやり続けた時があったんですよ。最初のメンバーラグビーと似ているところは、まあ、石、まあ、ボールじゃないですけど石ですけど石持って走るでそこにタックルがたくさん来るっていうところですかね。ゴールに向けて走っていくっていうのが似てるのかな。ゲームの目的はもちろん得点を重ねて勝つことなんだけれども1ゲーム7分ハーフです。前半7分後半7分でチームは1チームだいたい4人から5人が基本です。石の大きさは決まってはないですけれどもだいたい重さとしては34キロから35キロぐらいの重さの石を使います。ルールとは基本的なルールとしては一つだけでリスクマネジメントを遵守すること。お互いがお互いに事故や怪我をしないような気配りをしっかりとするということで、そのためにはお互いちゃんとコミュニケーションをとって敵ではなくて一つの仲間としてやることが大事。その他に注意点としては水中なので衣服を引っ張ったりとかしない。あとはもちろん殴る蹴るとかはしない。あとは相手の首を絞めたりとかそういうことはしない。で石を強く振り回すと当たった時に怪我をするので振り回したりはしない。あとは水中なのでねこう苦しい時にはタップをする。でタップをしたら上がらないといけないしタップをされた人は必ず離す。それぐらいが大きいルールですかね。ルールというか注意すること。チームというよりもチームがまだ固まってない人たちもいるんですよ。なので競技者の人口で言ったら、まあ、日本で3桁を超えるぐらいですかね。100名ちょいはいると思います。はい、大会の日は前日の時とかに少し練習とか、まあ、ファンロックって我々言いますけれども楽しみながらみんなでチーム関係なくプレーを楽しむっていう日を設けてるので、だいたい毎年その年1回行う全日本大会ではチャンピオンズリーグで8チームぐらい、レディースリーグで6チームぐらいですかね。競技者は沖縄だけではないですけれども大会は沖縄で行っています。水が透明じゃないといけないの で下が砂地で広がっていないとできないので、まあ、沖縄ぐらいしかなかなか難しいかなと思いますけど。